琴姫のヒーリングムービー、今夜の映画はワンセカンドでございます、はい、5月20日からロードショーが始まりました。中国映画でございます、うん、どんな内容なのか大輔さんにプレスを読んでもらいましょう。はい、ワンセカンド、永遠の24フレーム。文化大革命を背景に繰り広げられるノスタルジックで普遍的な物語と、広大な砂漠を大胆に映し出す圧倒的な映像美。フィルムの中にたった1秒だけ映し出される娘の姿を追い求める父親と、幼い弟との貧しい暮らしを懸命に生き抜こうとする孤独な少女。決して交わるはずのなかった2人が激動の時代の中で運命的に出会い、そして彼らの人生は思いがけない方向へと進んでいく。はい、このワンセカンドでございますけれども、はい、巨匠チャン・イーモーさんの作品ですね、はい、チャン・イーモーさんはオリンピックですかの演出をねあなさってましたよね、はい、すごいですよね。舞台となってますのは文化大革命下の中国、はい、大輔さん、文化大革命って、はい、ご存知ですか？いろいろな書物とかみんな焼いちゃったんですよね。ああ、まあいろいろね、あったみたいですがね。美術品とか、要するに実用品じゃないものを焼くとかっていう、そういった文化大革命をやって、うん、まあ政治家がね、庶民を陰謀に巻き込んだわけですよね。結果的にはね。はい、うん、ねえ、文化大革命下の中国で起きたことなんですけれども、はい、造反派っていう人たちに逆らって強制労働所送りになってしまった男の人がいます、はい、うん、で奥さんとはもう離婚になっちゃいました、うん、で最愛のお嬢さんとも疎遠になってしまうんです、うん、である時ですね、22号というニュースに自分の娘が映っていることを知った男は逃げ出しましたよ、はい、うん、なんででしょう。娘を一目見たかったからなんですね。なるほど、はい、逃亡者となって、うん、そのニュース22号っていうのをやる上映する村に向かっていくんですけど、はい、果てしない砂漠の中を歩いていくんです、うんうんうん、中国ってあんな広大な砂漠があるの初めて知りました。うん、もう本当に土地が広いのでね、もう北から南からだと全く気候が違いますから。らしいですよね、はい、もうね、行けども行けども、だから砂漠はね、サハラ砂漠だけじゃないんですよ、うんうん、中国の砂漠の大きさって言ったらびっくりしましたね。そうですね、そこが舞台になっていたので、うん、はい、監督さんをはじめキャスト、スタッフの方大変だったんじゃないですか。まあ、そうですよね、実際にそこに行くとなるとね、うん、だって何もないんですから。そうですね、本当に何もないと思いますね。途中でね、小さななんか休憩所みたいのがあるんですよ、はいはい、で休憩所のところにその映画の昔のあの映画ですからフィルムで缶に入ってるじゃないですか、うん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 、それをですね、なんかあの何ですかね、あれは小さなオートバイだかなんだかボロい自転車みたいなのに乗せて、うんうん、それでカバンの中に無防備にバッと入れてあって、はい、でその運んでる人が、ね、鍵もかけないで、うん、中休憩に来ました、はい、そしたらね、男がね、そばでその自分のもしかしたら娘が映ってるかもしれない、うん、22号が入ってる、はい、映画の、ね、缶ですから、はい、何本もあるんですけども、うん、ボロボロの少女が出てきてね、こっそり1本缶を盗んだんですね、うん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 、で盗まれたのがもしかしたら自分の、ね、見たいニュース映画かもしれないじゃないですか、うんうん、はいはい、だからその子をね捕まえてすぐに取り戻しました、うんうん、だけどその女の子もね、はい、なかなかやるんですよ。うん、いろいろ吸ったもんだしてなかなか返してくれない、はい、でとうとうね、男が取り戻して、はい、ね、それでフィルムの、 あの要するに撮影係の人に手渡すんですけども、うんうん、はい、そのボロボロの少女を追いかけていったら、うん、本当にね貧乏なね、うん、小さな村にね弟と二人で暮らしててね、はい、中国の文化大革命家っていう時は、うん、もう国中がね、あの何ですかね、みんなどこもいろいろ戦争の後とかみんな貧乏になりますけど、うん、我々が想像できないぐらいの貧乏だったんじゃないんですか、うん、そうですね、国の中で本当に大きな出来事だったので、もうそれこそ本当に
まあ、一般の人たちっていうのももうあの老若男女問わず、ええ、もう本当に巻き込まれているというか、まあ、その当事者になったっていう時代ですから ね、 ね、うん、それでやっとその缶をあのフィルムが入った缶を、はい、監督さんに届けました。そうしたらですね、フィルムの運搬係の不手際でたくさんのフィルムが入った缶が落っこっちゃって、ドロンコの道に全部むき出しにバーッとなっちゃったんです、うん、はい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 、見れないじゃないですか、うん、でね、この頃ね貧しいからみんなね映画館とは言えないようなね貧しい公民館みたいなところに集まって、うん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 、みんな見たい見たいって言うんですよ、はいはい、そしたら監督さんがね手伝うかって言って、それからねみんなでねそのバロボロになったねフィルムをねこうやって天井から吊り下げてね、うん、洗っていくんですよ。あ、手作業ですね、もちろんね。果たしてどうなったんでしょうか、うんうん、たった1秒ねスクリーンに映る娘の姿を見るために逃亡者となった男の人、はい、それから貧しい暮らしを幼い弟を守りながら生き抜いていく少女、決して出会うはずのないこの2人の人間が思いもよらない方向に動かされていく激動の時代でございました、はい、映画は私たちにいつも寄り添ってくれてる夢なんだなって分からせてくれるのがワンセカンドでございました、はい、